何年も出るのも大きいから。出るなんてないんちゃうこれ、何年とか。だってモンキーもダックスもあれやけども、フレームから作るもんね。そうそう、うん。今アルミにしてる人が多い多い。うん、ね、アルミだね。僕のモンキーはノーマルのままなんですよ。あ、一番いい。どの4リッター85、12ボルトに乗ったやつ。あ、12ボルトに乗ったやつ。もう一つ前のやつ欲しかったんやけどね。6ボルトのね。そうそうそう、4リッタータンクの方が。4リッタータンク、あとダックスがハンドル曲がるやつね、うん、欲しかった。1台ね、マイティダックス90あるやんか、はい、あれ手に入りそうやったんですよ。あ、けどこれダックスちゃうとやって言われて諦めました。そう、全然ダックスはまたちゃうから、あれはね、うん、ボディダックスの方です。はい、またやってください。ありがとうございます。よろしくです。お願いします。ありがとうございます。また遊びにやってください。はいはい、ありがとう。ありがとうございます。お願いします。ほんで、こっちが、これどこのマフラー、これどこのやつ。デートラ。デートラ、こっちはオーバーやね。ほんなら、あのデートナーからエンジン音聞かせてもらえますか。エンジン音もね、あー、よくなったな。ほんなら、オーバーの音聞かせてもらえますか。こっちの方がものすごい低音のいい音ですよ、これ。ねえ、僕の昔ダックスってダウンマフラーしか